あと最後、経理人材、パナガンバンチですね。経理人材は重要なポジションです。人材派遣の会社の方から、タイは昔からずっと経理人材は人手不足と聞いています。現場で会計の仕事をしているにもかか、しているものからすれば納得がいきます。まあ私ですね。そもそも日本人と比べタイ人は数字に弱い人が多い印象です。しかしながらタイの経理は日本よりも煩雑で面倒です。日本であれば中小企業で設立後しばらくの間経理専属の人材を雇用するのは稀だと思います。申告業務も毎月の簡単な給与計算、いわゆる事務員さんが行い、決算については税理士さんが行うといったことが多いと思われます。しかしながらタイでは毎月業者間での源泉税の申告やバットの申告等があり、経理スタッフ同士でやり取りも頻繁にあります。いわゆる事務員さんレベルではきちんとした業務ができませんので、どうしても経理人材を雇用する必要が出てきます。もともと経理ができる資質のある人材が少ない上、仕事もハードでなり手が少ない。しかしながら需要が多いとなれば人材不足になるのは当たり前です。ということで、経理っていうと日本では、大きい会社さんの経理は経理マンになると思うんですけど、小さい会社版だったら、いわゆる社長の奥さんがやったりとかですね、パートの方がやられたりっていうところも結構あると思うんですけど、タイではなかなかそういうわけにはいかなくて、経理、女性ですね、経理、の方っていう感じですね、いう方がきっちりやっているということで、なかなか人材不足が大きくて、その分給料も高いということになっています。で、ここで私の知っている経理での、経理事務員さんですね、絡めたトラブルをいくつか、ご紹介します。売上金を抜かれていた。数多くの商品を販売する小売業で現金売上や売掛もあるのだが、本当は現金売上なのに日本人社長には売掛です、後日入金がありますという偽りの報告。その手口で相当な金額を抜かれており、発覚した時にはすでに退職していた。で、これはこの日本人の人がですね、売掛管理を全然してなかったんですね。で、それをこの経理の人はよく知ってて、実際売上があるときにお客さんからは現金しっかりもらってるんですね。でも社長には売掛ですよと、また、入金がありますから、ちゃんと見といてくださいねと言っても社長は全く見ないので、それを分かってたんですね。で、それをしばらくずっとやって、フォロフォロバレる頃に辞めちゃったと。で、後から発覚したというケースです。で、いつの間にか知らない領収書が清算されていた。税務調査時に、業務に直接関係のない経費を指摘され、よく確認すると身に覚えない領収書が多く清算されていた。経理が個人的な資質を会社名義で領収書をもらい、自ら清算し懐に入れていた。この経理の人が自分で使ったガソリン代とかですね、飲食代とか、いろいろその自分で買った文具とかですね、そういったものをこう会社で領収書をもらって自分で切って、で、自分で帳面をつけてたと。で、これについても社長が全くチェックをしないと、もうこの経理の人に完全に任していたというところから、こういったことになってしまったと。で、次が、給与振込の際、自分の分を多めに振り込む。これちょっとややこしいんですけど、給与一覧表と引き出し金額を日本人社長に見せ、給与総額支払いと銀行引き出しの金額が同じことを確認させ承認してもらうと。今月の給料一覧表はこれで、合計金額は、こう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 ですよと。で、実際自分が書いた銀行の、フリップですね、こうこうこうですよ、同じですよね、問題ないですよねって言って社長に承認をもらうと。で、その後にこの経理の人が何をしたかっていうと、それぞれの各従業員の残業代とかですね、ちょこちょこ減らしていくんですね。で、最後そのちょこちょこ減らしたトータルを自分のところに入れると。で、トータルは変わらないようにするんですね。そうすると銀行から引き出した金額は、給与台帳と見せた一緒なんで、これもなかなか気づかれないと。で、従業員の方もその選ぶのも、この人はもう残業であんまチェックしない人だなというところをこう操作してやると。これもなかなか巧みで、なかなか気づかなかったということです。で、もう一つは勤務時間中に他社の経理の仕事をしていた。これはタイではよくあることです。結局何をしているかがわからないんですね。タイ語の書類で何かをやってるって言っても、その日本人が何やってるのって聞いてももうわからないんですね。
でそもそも、まあ、例えばその社長さんに経理の知識があればですね、まだなんとなく分かるんですけど、経理の知識もなくてタイ語も全く分からない、もう何をしてるかも分からないんですね。だからもう要はもう好き放題やられちゃってると。でこれはまあ経理だけじゃなくてですね、他のその仕事に関してもやっぱり言葉が分からないという部分で、まあ、かなり皆さん苦戦をされてちょっと騙されているなというところが多いです。でまあ、どれも共通しているのが、日本人社長全員が経理を知らない、経理スタッフに任せきりで自ら管理もしていない、まあ、できないということです。相手からこの社長だったら不正してもどうせバレないと、適当に説明すればごまかせると思われていることがまあ問題ですと。で、まあこれはまあうちのことなので、まあ、弊社では必ず経理経験のない現地社長さん、まあ、ほとんどですね、現地社長さんほとんど経理の、知識はないです。経理のイメージが湧くまで指導して、上記のようなことが起こらないように管理省についても指導させていただいています。そうやることで、あ、この社長結構知ってるな、しっかりチェックしてるなと思わすことが、まあ、不正防止には重要です。経営者が管理省を知らなくては健全な経営は決してできないのだと思っております。ということで、ちょっとざっと話をして、ちょっとイメージが分かりにくかったもしれないんですけれど、まあそうですね、まあ、ちょっと伝えたいのは、まあ、なかなか、まあ、そんなに簡単に、いかないよと、まあまあ、タイだからもう少しルーズなんじゃないかと思うんですけど、ことを、まあ書類に関しては、まあ、これは会計税務じゃなくて書類に関しては基本的には、日本よりもすごく厳しいと。基本的な性悪説に基づいて何でも物事が進んでいくので、まあ、書類ということになります。で当然まあ日本人なんでタイ語も読めないですし、まあ、話せないと。で、いわゆる知識もアンテナが要は働かないんですね。不正をやってるかどうかとか、まあ、そういった部分があるので、まあ、必ず、ちょっと安易な気持ちでなくて、まあ、必ずある程度自分から勉強していくというつもりでやって、そういう心構えがあれば、まあ、それもタイ人の方には伝わるので、そういったことを、していけばいいんじゃないかと思っております。はい、じゃあ以上です。